激励の花束が贈られます。第5試合、マット吉永リング復帰第1戦、グローブマッチ3分3ラウンドを行います。青コーナー、シュートボクシング大阪事務所属、 3WA 世界格闘技チャンピオン、135パウンド石本文子。赤コーナー、140パウンドバット吉永。ジャッジ島田雄一、ジャッジ松永健二、さあ第5試合はバット吉永リング復帰第1戦、グローブマッチ3分3ラウンドです。青コーナーは 3WA 世界格闘技チャンピオンのシュートボクシング大阪ジム石本文子、そして約1年半ぶりの復帰バット吉永、さばくレフェリーはシュートボクシングの深瀬博之です。さあ両者コーナーに分かれた。バットはですね、プロレスラーとしては一応断念したんですけども、今回格闘家としてまたデビューを果たすというね、再デビューなんです。再デビューということでいいんですか。さあ両雄に並び合っております。ここで第1ラウンド開始のゴング。石本選手は前場3連覇してますからね。そうですね、はい、さあ 3WA 世界格闘技チャンピオン石本文子、そしてバット吉永第一戦であります。これからずっとこの格闘技という路線でやっていくわけですか。そうですね、グローマッチ中心に、はいはい、バットといえば92年11月にあの神風記憶を劇的に2ラウンド KO で、はい、倒したことが、ね、忘れられませんよ ね、 そうですね。ただバットはですね、あの一応復帰決まってから、まあ、スパーリングはやってないんですよ。あ、そうですか、はい、どっちかというとシャドウだとかそういったところですね、はい、ミッド打ちだとか。石本選手は上手い選手ですから、そうですね、はい、さあ、チャンピオン石本、そしてバット、ご覧のような入れ出しです。さあ、ガードしているところをかいくぐってローから左のジャブがかなり効いてるんでしょうか。さあ、パンチがうまく入ってますね。石本選手バット、ローが上手いですね、うん、いいですね、ブランク感じさせないですね。そうですね、バットはね、食ってしまうところもあるんですよね。なるほど、ガードがちょっと下がり気味ですが、これはバットのポジションということでしょうかね。さあ、あまりバットは顔面をガードしません。あの相手はね、バットどん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 前に来ますから、やっぱりやりにくいと思いますよ。かなり迫力がありますバット。さあ、膝蹴り、さあ、2を合わせていく。山さん、どうですか、JWP はこういうスタイルというのは。JWP はプロレスをまあ深める方向でこれまで来てるんですけども、まあ、さっきあの試合に出た八木ひろみはですね、あと新人の天野龍子がサンボ特攻をやったりしましてですね、まあ、あの時代の流れがもしそういう格闘技対プロレスという方に向いてくるであれば、我々も避けて取れない局面は当然出てくるでしょうね。なるほど、八木選手はあのジャケットマッチも経験が、はい、まあ、彼女の選択に任せて。あ、そうですか。あ、いい、さあ、あ、かなりいい角度に決まった。バットこれで膝を合わせていくか、クリンチの状態でしょうか。バット膝を出し、本当に自然な力というかナチュラルパワーを持ってますから、はい、おっと裏剣、なんか西本が今までやった伊藤山美香とはちょっと違うと思いますよね。そうですね、2人は初対決ということですね。そうです、もちろん初対決です。で、一応この試合にバットが勝つなり引き分けた場合ですね、まあ、挑戦ということも一応シーザー会長と話してるんですけども、はい、さあバット復帰第一戦を白星で飾れるか。ここで1ラウンドが終了のゴングです。どうですかね、この1ラウンドバット本当ブランク感じさせない。そうですね、10対10じゃないですか。点数、ね、をつけると。そうですね、どちらも譲らずって感じじゃないですか。はい、そうですね、
まあ、でもこういうビッグマッチでの前場の格闘技戦はもう完全に恒例と化してますね。そうですね、うちはやっぱりこうフロント勢が格闘技の血が騒いでる人が多いですからね。なるほどね。この手のスタイルはみんな好きですから。はい、でも思ったより落ち着いてますね、バットは。そうですね、ブランクを感じさせないですね。はい、本当にブランク感じさせない。あのバットの聞いたんですけどね、あの軽量があると思って結構減量したということなんですけど。あ、そうなんですか。軽量はなかったんですけど。お互い体重あまり変わらないと思いますよ。62、3じゃないですかね。そうですかね。ラウンド2、さあ第2ラウンド開始です。バットは軽いフットワークでローを放っていく。さあパンチロー、コンビネーションいいですね、バット。はい、まあ、2ラウンド3ラウンドしかないですから、もうスパートしていかないと。先ほどから本当前へ前へ出てますね、バットは。さあローを狙ったバット、西向きの皆さんもかなり目立ってます。さあ前蹴りで威嚇する。結構試合前バットは自信がないようなこと言ってましたけどね。ただやっぱりリングが上がると、はい、いい面構えですよね。パンチをもらってもひりませんね、バット。結構食うタイプなんですよね、バット。2、3発もらっても自分の一発でっていうことなんですよ。さあ、さあガードをかいくぐってバットのパンチが入る。ただ手数っていうのはやっぱり採点の基準になりますからね。じゃあ石本もハイキック、そしてパンチをうまくコンビネーションしてる。ガードも硬いぞ。西本もこ のシュートの中では体重が上の方なんで、まあ、相手がいないんですよ。なるほど、60キロ弱ですよね。普段58ぐらいなんですけども、あ、今回じゃあウェイトアップして臨んだわけですか。要するに減量してないんじゃないですか、ほとんど。なるほど。さあ重いパンチ、重いキック、両手にしても身につけています。さあパンチの攻防、おっと裏剣。バットの、おっとバットのローと石本の右ストレートが合わさった。まだパンチもらってる割にはバットダメージありませんね。ダメージないですよ。さあ石本のガード、石本はでも確実にポイントを取る。そうですね、おっとパンチが入る。ローとパンチのコンビネーションですね。バットもローを放っていく。おっと先ほどからこの、バットのキックに合わせた石本のパンチが目立ちますね。裏剣ちょっと食ってますね。そうですね、やっぱりちょっとガードを持とう、はい、そうですね、ガードは先ほどから下がってましたから、顔面が空いてますからね。おっと前ですからね。アッパーから左フック、左ストレート、ジャブでしょうか。バットしかしバットも一発当たれば重いですからね、はい、かなり有効なパンチキックが飛び出すと思うんですが。さあ、ローを放っていく。上がり際さあ、ローを合わせて始めたが、バット、おっとバットのローと石本の左ジャブでしょうか。かなり先ほどからパンチがダメージはあんまりないんですけどね、やっぱり、手数を。そうですね、やはり採点となるとそのあたりが、それがやっぱりね。さあ、ここで第2ラウンドが終了。ちょっと打たれましたね。そうですね、はい、ちょっと、石本の方が優勢でしょうか。そうですね、はい。しかしバットも落ち着いてますからね。そうですね、ダメージはないと思うんですけど、ただ、まあ、ジャッジと、ね、レフェリーがどういうポイントを基準にするかですね。一発を持ってるのか、両者が10オンスのグローブをつけております、はい。まあ、あの藤山照美選手も現役の、大阪ジムの選手なんですけどね、はい、セコンドついてますから、石本の方に。あ、なるほど、なんか心強いところがあるんでしょうね、はい。あとバットのセコンドに、あの平成元年組の同期だった山本真由美ですか、はい、山本真由美、はい、彼女前川がついてますね。前川もいますね、はい、かなり落ち着いた表情ですね。うん、そうですね、あと1ラウンドですから、まあ、今日はね、デビュー戦、復帰戦なんで、ラストラウンド、とにかくやり抜くということが大事だと思います、ね。さあいきなりラッシュが石本、さあバブシャルに突っかかっていく石本、石本のパンチ、バットはローを合わせていく。おっとローとパンチのコンビネーション、
西本、さあここで膠着状態、リングほぼ中央です。さあバットがそのまま押し込んでいく。さあコーナーへ押し込んでバットをどう放つか。西本、西本のパンチ、やはりバットのガードが下がっているということが感じ出しやすいですね。すごい、はい、さあ左のフックと右のアッパー、さあ右のハイ、前蹴り、おっと裏剣、まあ、裏剣はかわしてますね、ガードしてますね。さあこれが最終ラウンド、第一戦、どこまでガット吉永アピールできるか、はい、でも動きはいいと思いますよ、本当に裏を感じさせない、はい、いい動きです。前日としてもね、石本は3連覇してますからね。そうですね、バットの必要というのは非常に嬉しいことなんですけど、なるほど、まあ、今日は見てしまう、いずれやはりタイトルマッチで、はい、まあ、順次必ず 3WA 格闘技のベルトを取ってほしいんですが、さあバット、やっぱ消耗戦ですかね、体力的にはどうなんでしょう、やはり実戦を退いていたっていう部分で、うん、でもあまり感じないですよね。そうですね、石本はやっぱりチャンピオンですから、多分ないですよ。おっとこれは強烈な2位だ。さあこれはわずかでしょうか。ここに来てパンチをまたもらい始めたらバット、しかしローを合わせる、このローは強烈ですね、効いてるかもしれませんよ、至近距離からのロー、さあ下がらないんだ、ローが、さあローに合わせた石本のパンチ、さあやはりパンチが狙ってきましたが、バットこれでバットローにこなってますよね。そうですね、ローで倒すことができるんでしょうか。石本もそのローに合わせてパンチをうまく出してますね。僅差で石本選手じゃないかなと思いますね。そうですか、山本さんは僅差で石本選手、小川さんはドロー、うん、いや、引き目に見てですよ。あ、そうですか、はい、バットもなんかすがすがしい表情です ね、 そうですね、まあ、勝ち負けよりも、また戻ってきたということで、ね、1年半ぶりの前場マット、はい、嬉しいんじゃないですかね。そうですね、これからですよ、まだまだ、さあ、判定の結果が楽しみです。バットのセコンドに長谷川選手も来てますね。あの平成元年組は全員ね、実は勢ぞろいしたんですよ。そうですか、はい、今日が引退の長谷川、そして今日が復帰第一戦のバット、はい、何かこうたまらないものを感じますね。そうですね、それでは判定の結果を、さあ判定の結果が出ました。ジャッジ松永健二29.5 対 29.5 ドロー、すごいのなんだ。ジャッジ島田雄一30対 29、石本、レフリー深瀬弘之30対 27、石本、かなり捉えましたね。そうですね、はい、やはりパンチの数でしょうか。石本文子選手の勝利でございます。さあバット吉永、リング復帰第一戦白星では飾れませんでしたが、この表情、そうですね、これからやっていきますね。やって